と思いましたね。結構曲作りの中でその、うん、こうレコーディングの時に、うん、やっぱり変えようみたいなことってあるんですか、うんうん、そのアレンジとか。あ、ありますあります、やっぱりイメージして、打ち合わせをするんだけれども実際にオーケストラの音が出るじゃない、はい、そうするとあこの楽器邪魔だなとかね、あここのフレーズ のこの歌と歌の言葉と言葉の間に何か足りないなとかっていうのがこう発見するわけ、だからその場で現場でその手直しをしたり、っていうことは結構あるんだけれども、はい、うん、であと一番やっぱりね、歌手の皆さん、かおりちゃんもそうなんだけれども多分ねテンポだと思うね。あ確かに、うん、そうですね、うん、だからこのオーケストラこの歌はテンポがこのぐらいのテンポで歌った方がいいか、ちょっともうちょっと抑えて歌った方が表現しやすいかなとかさ、はい、そういうのあると思うんだよね。なんか一つでもテンポが違うと全然なんかこう変わるというか、一つですけどそれがすごくこう作品の雰囲気を大きく変えたりしますよね、うんうん、そうだね、うん、全ての間ですもんね、テンポですね、うん、なんですか先生、作ったなぁ。あ、ほんとだ、ね、私の譜面、ね、全部ほんとだ、すごいいっぱいだ。やっぱり、あれは言ってますかね、あれ、親子のね、うん、まあ、もともとね、まあ、娘みたいなもんですから、はい、でもみんなお姉ちゃんが好きなんですよ。親子をテーマにしたね、はい、デュエットもあるのよ。あ、聞いたことある。あ、そうなんですか、うん、幸せの子守唄っていうあるんですよ。歌なんですよ。これね、先生が、曲はもちろんなんですけど、詩も、先生がセリフ考えてね、セリフを考えてね。それでね、そうなんですか。僕が一番大好きなんだけど、一番苦手な歌の。そう、泣いちゃうじゃん。涙出ちゃうのよ。そうでしょうね。皆さんいらっしゃらないから、余計いつかね、この歌のように、うん、本当に嫁さんに行っちゃうんじゃないかなとかね、そんな日が来ない方がいいなとか、まあ、どうなんですか、ね、それ。いや本当ですね、なんか期待に応えたいんですけど、そこばっかりは。いやそれはやっぱりね、はい、もうここまであれだったらいいんじゃないの、いいんじゃないの。親としては思っちゃうんじゃないかな。ちょっとやってみましょうか。まあ、今嘘、ちょっと嘘どうしよう。先生泣かないでください。いや大丈夫です。今日のお前は本当に本当に綺麗だよ。日本一、いや世界一の花嫁さ。父さん、また来てしまうじゃない、もう少し、もう少し、あなたの娘がいたか。杯角で座る。
だ、この辺でやめとこう。こんなね、あったりするんですよ。やばい。